今日これからねオリーブをちょっと収穫をお手伝いさせていただけるということでね、ちょっと貴重な体験なんで楽しみたいなと思います。で朝このエスプレッソっていうのかな、これ日本でも結構ね、あのおしゃれキャンパーとかはねあのフィル持ち出す人多いんだけど、こっちでも結構メジャーでね、名前ちょっと分かんないんだけど、ホステルでもどこでも置いてあるのね、いくつか何個か。でこれ知らなかったんだけど、これ吹き上がってコーヒーがまあ出来上がるわけなんだけど、これね洗っちゃいけないんだって。なんかコーヒーの中に含まれている油分がこの中にあの膜を作ると、でコーヒーを入れて何度も何度も入れていくとその油が溜まっていくから美味しいコーヒーができるようになるんだって。知らなくて、今まで言ったとこ使った後に洗剤で洗ってたイタリア人はね絶対それをやんないんだって。でやったらね頭叩かれるよって教えてもらいました。これもね現地でねこうやってお話を、まあ、止まらせていただいて、ね、話するから出てくることであって、ね、まあ、貴重な体験です。はい、で今日もね、お手伝いしながらいい一日を過ごします。